く何があったんだい。帝国の兵士たちは走り回っているし、あんたらは濡れネズミで逃げてくるし。まあいいさ、話せないわけがあるんだろ。大丈夫、しばらくはここにいな。宿題はすっげにしといてあげるよ。かたじけありません。テオ様のいる北方へ行き、力を借りる以外に帝国に戻るすべはないと思います。今は無事にこのグレッグミンスターを抜け出す方法を考えないと。坊ちゃん、こうなった以上、しばらくは身を隠した方がいいですね。しかし、こんなことになるとは。バケツの中何もない。坊ちゃん、あんまりうろうろしないでくださいね。なんだろうか。坊ちゃん、こうなった以上、うろうろしようか。僕のお客さんと、クローンたち。テイとグレッグミスターが俺の育ったあの貧しい群れと比べたら別世界だな。同じか、クローンたち。容体以外見たことないけど、そこで。10代あらて、多分同じ。誰との女と話すか。いや、食事さん。同じやつら。この席空いているね。これは違うか。帝王将軍の息子さんが反逆者の一味だったなんて信じられないような。違うね。あっちに行ってろ。夜、通しの糸を探しでくたくたなんだから。やっべえな。これは仲間か。あんまりは、見回り腹が減ってなんで水筒をするかな。これは正しいか、仲間になるか。坊ちゃん、あまりうろうろつかない方が。もう止まっただろ。止まるなんて。同じ、いらないだろ。止まらない。回復、大丈夫ね。うわー、いてて。いきなりぶつかってきて、痛えな、このちびすけが。こっちはな、休みだってのに、駆り出されて、徹夜で人探し、やっと息ついたところなんだぞ。うるさいな、抜け。お前らを守ってやってる帝国の兵士様に向かって、でなんていい草だ。ちょっと待って、お前の顔どこかで見覚えがあるような。坊ちゃん、大丈夫ですか。おい、お前らどういうつもりだ。なんだお前ら、それに坊ちゃんって、多分同じね。ここは目立たないようにしないと。おい、待てよ、ちびすけ。人にぶつかっといて謝りをしねえのか。親の顔が見てえぜ。ちょっと待てよ、お前の顔どこかで、見覚えがあるよ。そう、同じだな。坊ちゃん、大丈夫ですか。おい、お前らどういうつもりだ。なんだお前らは。それに坊ちゃんって。おい、そいつの顔を見せろ。
どうも、お尋ね者のマクドール家のガキに似てるような気がする。なんだと?このまま騒ぎが大きくなるとまずいことになるな。坊ちゃん、私たちが奴らを食い止めます。坊ちゃんは逃げてください。そうだな。やるしかないか。行くぞ。はいはい。そこまでにしっときなよ、兄ちゃん。そっちの帝国の大偉いさんも。なあなあ、考えてもみてくださいよ。お尋ね者になってまだこんなところでうろうろしている、そんな間抜けがいるわけないって。まあそうだが、一応やめなよ。怖がってるぜ。そのガキどもはこの俺が外に叩き出しといてやるよ。おい、ちょっと待って。まあいいじゃないかよ。別に帝国にそんなに義理立てする必要もないし。ああ、あの男。なんだ、何も払っていない。ありがとうございます。助かりました。なに、お互い様よ。俺もな、飯、代がなくて困ってたところさ。ああ、ってことは、じゃあ。人のことを食い逃げの出しに。まあまあいいじゃないねえか。じゃあな、危ないところを助けてくれてありがとうよ。仲間じゃないか。仲間じゃないか。シチュー、いいことを教えてやるぜ。お前、封印切ってしていいかい。そいつはすげえ力思っているんだ。この人大体同じね。家に戻れないか。戻れない。シーヤツメ、この街から出られる？出られない。じゃあ、城に行ける？行けない。食い逃げ、どこ行った？お前か。どうした？困った顔して、知っているぜ。お前だろ、マクドロドール家の反逆者ってのは。私たちは反逆者じゃないですよ。それどっちでもいいや。それよりもお前さんたち、ここからどうやって逃げ出しちゅう気だい？あんたらがその気なら俺に考えがある。この手のことは慣れてるんでね。どうだい、乗ってみるかい？信用できないな。そうですよね、坊ちゃん。私もこの人は信用できません。そう言うなよ。信用できないな。信用はできないが、他に方法も思いつかないし。そうだろ、お姉ちゃん。あんたは話がわかるな。え、女か。信用できないな。そうかよ。じゃあ好きにしな。ん？どうした？困った顔して。反逆じゃない。まあ信用しようか。わかった、頼む。よし、任せとけって。ただ一つだけ条件がある。ほら、さっき来ましたよ。ほら、来ましたよ。なあに、難しいことじゃない。うまいこと逃げ出せたら、あんたらに会ってほしい人がいる。どうだい、悪くない条件だろ。まあ、話は決まったんだ。急ごうや。まずは、城門まで一緒に行こうぜ。大丈夫。帝国の奴らに引き渡しなんかしねえよ。よし、ビッグルート、ビッグドトール、手に入れた。こっちか。ああ、お前は、城の門、そっちじゃない。それは城の門だろ。これか。
さてと、あれが話をつけてくる。おとなしく待ってなよ。オッケーだぜ。顔見られないようにするんだぞ。うわあ、優しい。日差しが厳しくってたまらんな。こっちの影にでも。はあはあ、やりましたね。私は心臓が飛び出すかと思いましたよ。しかし、あんたどんな手を使ったんだい？なに、簡単簡単。ちょいとばかし賄賂をつかませたのさ。帝国軍も弱者には強いが、金には弱い。皇帝の都といえども、この程度さ、どこもかしこも腐って緩み切ってるのさ。嘆わしいね。でも賄賂ってさっき金がないとか言ってませんでした？あんたらが逃げるための金をどうして俺が出すんだよ。え？ああ、財布。いつの間に。ほらよ、返すぜ。今度はきちんとしまっときな。さあ、約束、約束。忘れてねえよな、坊主。タイニー様だ。じゃあ、タイニー、お前らに会わせたい人が、レナンカンプにいるんだ、言ってくれるよな。レナンカンプなんだ。レナンキャンプってどこだ？ああ、箱入りのお坊ちゃんってわけか。南に向かえばすぐさ。さあ、出発出発。南か。約束だからね。よし、こんなところをとっととおさらばしようぜ。レナンカンプは南へ行けばすぐだ。レナンカンプ、南。ずっと南レモンカンプ。こっちか。レナンカンプ。やっと着いたな、タイニー。ここがレナンキャンプ。湿気た町だが、いい、地酒がある。当座とか、何か。まあ、お前には関係ないか。さてと、こっからは俺の仕事だ。ちょいと話をつけてくる。遅くなるかもしれんから、その辺を見物でもしてな。ビッグトールの言う合わせたい相手というのは誰なんですかね。あの男はどうも信用できませんけど。さあね、それよりどうする。私はシャワーでも浴びたい気分だけど。宿を取るなら契約亭がおすすめだぜ。ここから奥に行ってすぐのところさ。これか。いや、これはあのスケール場所、紋章師のお店にようこそ。スケール、何もつけられないか。このタイニーは総理だ。あの、火の紋章も終わりか。かわいそう。ソーリータになった火付け紋章。消えた。もったいない。テオ将軍が北方に向かったのは本当かな。戦が起こると商売がな。防具屋か。いらっしゃい。ここは防具屋だよ。防具屋。
Chimaki motteru. Nande tiny? Mo motteru daro. Bandana. Soka bandana motteru. Hachimaki dare mo mottai nai ka? Hoku no hito hachimaki ka? Hoku no ya hachimaki hachimaki. Hachimaki no hoga ii ka? Tongari boushi. Kore wa ii ne. Tongari boushi. Fusen. Fusen o fusegu. Ja, tongari boushi to. Sa kuretera nai. Kono brace armor. Tongari boushi 2つ. Bandana uru ka? Ja, bandana uru nai. Soshite nanda? Boots ka? Nanda? Kore wa nanda? Hachimaki ka? Omae wa boushi mo? Ja, 2人 boushi. Tongari boushi tiny. Tongari boushi gremio. Soshite Blaze-sama. Blaze-sama. Kegawa no fuku suteru ka? Kegawa no fuku. Kegawa no fuku. Soshite nanda kegawa no fuku 3つ. Watasu ka? この人にちょっと薬ない。じゃあ薬1個。このゴミなんだ。フライの紋章型。そしてあの、古い変か。古い変。古いものね。という意味。なんだ。とんがり帽子装備たいないか。とんがり帽子。 トンガリ帽子 顔は いらない じゃあこの なんだ ブレスアーマー3つ ブレイスか ブレス サークリットマント いらない よし終わり よしちょっと アップグレードしました この やつら盾まだない。サークレットか。サークレットウィンブーツ。武器まだない。武器屋さんいるか。もっといい武器。これは武器屋か。ハンマ。とりあえずハンマしよう。武器屋だろ。ここは鍛冶屋。あ、鍛冶屋か。武器屋じゃない。鍛冶屋。 カタイル。これは武器じゃない。紋章型。じゃあ、このライの紋章型の。まあ、グレミオ。紋章型を武器に頼ったか。じゃあ、カタイルなんだ。なんだ、これは永遠の武器か。新しい武器買えないか。カタイルしかない。 鍛冶屋さん、武器屋さんか。武器屋さんないか。新しい武器買えない。ああ、まい。あら、あなた、この町の人じゃないわね。うちの娘、めぐって言うんだけど、どこかで出会ったら、ちょっとは家に帰ってきなさいって。 伝えてね。まったく、めぐのやつ、鉄砲玉娘、何が冒険が私を呼んでるのだ。親に心配ばっかりかけおって。これはシチューか。何のシチュー？わからない。みんな、この世界は、 みんなシチューが好きね。これ何かある？アイテムなし。下水道か、これ。アンチ。
うんち出す。うんち。何の薬持ってる？ああ、普通か。椅子、変な場所、椅子。時々欅亭に怪しげな一端が入っていたまま出てこない時があるけど、いつの間に出ていってるのかな。じゃあ期待しましょうか。多分永遠の武器かな。じゃあタイに、なんだ、豪快いけるか。レブルが2になりました。コウが何になりました。あ、しょうがない、満タンしよう。息抜きをする、仕事を息抜きをするために妻と老後終わり。これ以上は私の手には負えません。じゃあこの人、息を、それだけ、つまらない。誰を武器鍛える。4になりました。コギ8になりました。それだけ、あ、単位じゃない、このやつ。あ、そう、読めない。5までか、みんな5まで。まあ安いね、のババのおかげで。よし、終わり。強くなったこの3人。またシチュー、隠しアイテム解かない。あ、これも仲間か。いいことを教えてやるぜ、ウキキ。化け物のが時々壺とかを落としていくだろ。その中にはなあ、結構値打ち物も混じってるのさ、ウキキ。なんだあの壺か。そいつを鑑定屋に持っていけば、ウキキ。ああ、あの点、そうだな、鑑定は人の目が高い人にくれた解説とかな、という意味ね。あ、ない。次はこの町は鑑定屋いないね、多分。テオ将軍が来た方に向かったのは本当かな。戦が起こると商売がな。そっか、この謎の壺を鑑定屋に渡す。何でも帝国に逆らう反逆者が逃亡中らしいが、まさかお前らがそうじゃないよな。じゃあこっちか。これは目的地。こっちも食べ物。クローンさん。さて、物も執行玉し入れたし、これをどこに持っていくかな。東のロックランド、それとも西の丘陵山を、丘陵山、こうかな、丘陵、こう、丘陵、丘陵山を抜けたサラティ。まあ、どこへ待っていっても、大儲け間違いなしだけどな。だけど、なんか。はーい、宿屋ちゃん。ようこそ、契約規定に。お泊まりなら、一人、70ポッチ、朝食もつけますよ。大丈夫かな。おや、そうするか。部屋はいっぱいありますからね。いつでもどうぞ。私はシャワーを浴びたいけどね。そうか、シャワー。このホテルはシャワーがあるかな。ああ、そうか。別にいいだ。ああ、
泊まるとシャワー浴びられる。おや、ビッグトールさんの紹介ですか。それなら一番いい部屋を用意しますよ。ビックルさん誰？ああ、それは目的地。まあまあ、その前に。これは正規ルールか。しょうがない。そっか、あのシャワー浴びたいはヒントです。その前にこのやつと話す。しまった。ちょっとルースにした好きにコンドローに、いられちまった俺の全財産がなん変な窓。これは監獄みたい。監獄、そうだな。じゃあしょうがない、泊まりましょうか。ビッグトールさんの紹介ですか。それなら一番いい部屋を用意しますよ。ビッグトール誰？結局あいつビッグトールって言いましたっけ。帰ってきませんでしたね。ベッドは4台なんで。しかし今はあってもない。もうしばらく待ってダメなら北方へ向かおう。帝王様に会えればなんとかなるだろう。ねえクレヨさん、パーンさんはなんで？言うなグレミオ。なんでしょうね、こんな夜中に。ああ、クローンたち来た。この宿にお尋ね者の一行が泊まっているとの通報を受けた。今から調べさせてもらおう。そんな乱暴なお客様は皆さん寝ているんですよ。うるさい。お前、反逆者をかばうつもりか？そう、かばうマテリアね。そう。ぼっちゃん、追ってです。追ってです。やっぱり、あの男。あんなやつ、信用するんじゃなかった。まずいな。このままでは、いずれ見つかってしまう。どうしましょう、ぼっちゃん。戦おう。怖いから逃げよう。いやいやいや、怖い。そうですね。じゃあ、この窓から。窓か。それを、あれ。硬くて、なかなか開かないぞ。これを戦おうできるかな。戦おう。わかりました。このグレミを命に変えても、坊ちゃんのことを。何言ってるんだい。あの人数をあげた、勝てるわけはない。頭を冷やしな。まあ大丈夫だろう。いよいよピンチになってきましたね。グレミオ、なんとか坊ちゃんだけでも。あなたたち、こっちよ、早くして。うん、今の声はこれは、ね、同じだろう。じゃあ怖いから逃げよう。そうする。そうですね。じゃあ、この窓から。それ、あれ。硬くて、なかなか開かないぞ。何やってるんだ？奴ら、そこまで来てるよ。はい、繰り返してるね。いよいよ、ピンチになってきましたね。クレミオ、なんとか、坊ちゃんだけでも。あなたたち、こっちよ。早くして。今の声は変態です。のぞき変態。今の声は確かそこの時計か。あ、それは時計か。全然知らなかった。ちょっとなんだ、暖炉とかと思った。どうしましょう、坊ちゃん。
全然知らなかった。出られる。坊ちゃん、そっちはダメです。そうでしょう。それよりもさっきの声が確かそこの時計から。窓、何の窓？妄想、幻想か。幻想の窓。変態の場所。ああ、女か。何をしているの？早くして見つかりたくないでしょ？は、突然、誰ですか？誰でもいいさ。天の、天の助け。天の助けだ。ビクトールの言ってた、新しい仲間っていうのはあなたたちでしょ？みんな待ってるわ。ついてきて。帰れる。坊ちゃん、今上に行くのは危ないですよ。そうですか。なんだそれ。なんだ。ロックと、ホット。そうだな、忘れた。肋骨。肋骨。じゃない。肋骨かな。俺の合意少ないか。アイテムかな。よし、5人。ビクトル、悪い、ひどい目にあったな、タイに。でも、スリルあったろ。どういうことですか、これは。いや、こんなに早くバレるとは思わなかったんですでね。まあ、その代わり、オデッサーとも会えたんだから、いいじゃないか。オデッサってどこかで聞いたような。まさか反乱軍の。あら、反乱軍とはひどいわね。私たちは解放軍と呼んでいるわ。呼び方なんて気にしてないけどね。改めて挨拶するわ。私が解放軍のリーダー、オデッサー、シルバーバーグ。よろしくね。ビッグトール。合わせたいやつってのは、そいつらのことか。そうさ、聞いて驚くなよ。こいつはな、あのテオ・マクドール将軍の息子なんだぜ。そしてその上、お尋ね者さ、同代こいつが仲間になれば解放軍のためになるってもんだろ。冗談じゃないですよ。勝手なことを言わないでください。どうして坊ちゃんが反乱軍なんかの仲間になるんですかねえ、坊ちゃん。誰が仲間になるって言ったんだ？って本人は言ってるけど、まあそれはそのなんだ、おいおい、説得すればな。どうせ行くとこもないんだし。どうやらあなたたちもビクトールに騙された口ね。彼は自分が気に入ると強引に連れてくるんだから。でも帝国に追われているらしいし、外はまだ帝国兵でいっぱい。あなたたち、ほっとぼりが、多分繰り返すかな。じゃあ、解放軍にはいるのもいいかな。って、本人も乗り気だ。冗談を言うな。最近はアジトが見つかることが多いんだ。スパイが紛れ込んでるに違いない。そんな時に、どこの誰かもわからない奴を仲間にできるかよ。どうやらあなたたちもビクトールに騙された口ね。彼は自分が気に入ると強引に連れてくるんだから。でも帝国に
襲われているらしいし、外はまだ帝国兵でいっぱい。あなたたち、ほとぼりが冷めるまでここにいていいわ。それからあとどうするかはあなたたちの自由よ。冗談じゃねえ。冗談じゃないですよ、坊ちゃん。反逆者の仲間なんて、そんなバカなことできるわけないですよね。反乱軍、いや、解放軍か。この際、本当に反逆者になるのもいいかもね。しかし、帝王様のことを考えると。ああ、そっちでいいかな。ちょっと休みます。